だろう、予想してた。ヤシタンさんありがとう。そういうじゃないな、若菜らしい卒業公演でしたよね、最後まで。なんか若菜でした、最後まで。なんかなんて言うんだろう、若菜そのなんて言うんだろうな、最後まで明るくてさ、生き生きと喋っている姿が若菜だなと思って。笑顔で見送れたよ私は、ね、リミがびっくりした。久々エモエモ、ちょっと明るくなってきた。サバサバを感じたよね、若菜です。あれがもう素晴らしい、最後まで若菜。まあ完全に芸能界引退するわけじゃないからね、うん、これからが第二の人生というか、これからだからね、応援したいなとも思うし、私もまだね、本当いっぱい活躍してる若菜を見れたら嬉しいなと。確かに綺麗だったね、デビカね。黒の、いや白着てこい。白着てこい、絶対に白着てこい。真っ黒で来んな。うん、若にゃんらしい、うん、声が可愛くて何よりです、何よりとか羨ましい限りでございます、ね、エンディングで名前見る、そうね、楽しみや、楽しみにしている。こんばんは、こんばんは。そう、踊ったんですよね、踊ったんです、主なき。なんか初めて聞いた、私聞いた曲だった。ほう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 、ソーロングも初めて踊ったよ。思い出が描かない明日から強い生きようよ。ファンってストロングスタイルを貫き通してほしい。わかんないね、いつでも強くて、なんかなんて言うんだろう、いや、あの研究生の時やっぱ一緒にね、こういろいろ乗り越えてきたわけなんですけど、なんかやっぱ本当いろんなさ、理不尽なことたくさんあったのよ、今まで、今もあったりすることもあるけど、でも若菜は強かったんですよ、いつでも。本当にそういうなんかいろんな、なんでとか思うこととかも、そういっぱいあっても、なんて言うんだろう、こう変に、なんて言うんだろう、期待してないっていうか、いい意味で誰もこう誰にもこう期待してないからこそ強く入れるみたいな、若菜のなんて言うんだろうな、もうそれがいいのよ、
良さなのよ、和歌なの。そういうとこに私は救われてきました、たくさん。なんか本当弱く、気持ちが弱くなっちゃったり、その落ち込んだり、まあ、はあ、なんでなのみたいなこととかもあっても、若菜に言ったら、いや本当それなみたいなマジありえなくねみたいななんて言うんだろう、そんぐらいのこう強いというか、強さがあったり、なんて言うんだろうな、こう対抗心みたいな、そういうところに、まあ私も助けられた時もあって、いや私も強くいなきゃなみたいな、こう思えた時とかもあったし、研究生の頃特にね。そうなので、そういう意味ではすごい大きな存在でしたね、私の中でも。そうだし、同期の中でも本当強い存在だったなっていう、だからもういなくなるっていうのはちょっと寂しいんですけど、ね、寂しいんですけど、まあ何かあった時は若菜に頼ろうかなというか、ちょっと話を聞いてもらおうかなみたいな思ってますね。まあ若菜もね、若菜で大変だと思うんで、これから、うん、ちょっと関東なので、まあ東京でも会えたら嬉しいなっていう感じですね。同期にいてほしい。そうそうそう、何でもあの方は言えますから誰に対してもなんか、なんていうんだ、平等というかね、なんか誰も向こうを見捨てず、そう、面白いよね、いい意味で変わってる変わってる、だいぶから変わってる、変わってる人たちがの集まりではあるとは思うけど、もかなもいい意味で変わってらっしゃって、なんかそういうところが魅力的、なんか人に、普通の子にはないものを持ってるなっては思いますね、もかな。そうそう、言うことを言うし、まあそう、的を得てることしか言わないんだよね、でも大体なんて言うんだろう、ちゃんと、そうそう、正しい、確かにっていうことしかこう言わないっていうか、すごいすごいよね、論破できるタイプだからあれだよ、なんか性格診断みたいなの、ひろゆきさんと同じタイプらしいし、わかるそうそう、そういうタイプだから本当に、だから誤解されやすかったり、まあ生きづらいところもあるんだろうけどね、わかるって。だからまあそのよくがアイドルとして頑張ったなとは思いますよ、誰目線って感じだけど、アイドルよく頑張ったなって次はもう声優さんですから、声優さんもかなり厳しい道のりではあるとは思うけど、またアイドルとは違いますからね。だからよくなんか、まあ本当新しい道で、ね、での若菜の活躍がちょっと楽しみだなっていう気持ち。
バカなね、ほんと。まあ定期的に会えたらいいなって思ってる。アイカラさん、ありがとう。ヤングアニマル、そして今日が発売日です。あ、福岡は多分店頭に並ぶのは2日後とかだと思うんですけど、まあアマゾンとかなんかあのネットで見れます。なので早めに見たい方はぜひチェックしてください。何冊買ったらいいんですか。いや、アンケートたくさん出してください。アカニャンは東京行っちゃいますね。ディーヌさんと同じ事務所だから東京だよね。アマゾンで予約して、ありがとう。にゃんさん、ありがとう。アンケート出してください。子猫のような可愛さの存在が見られる。そうなんです、子猫のようなみたいな書いてくださってたけど嬉しい。でそう、天気良かった。オフショット、オフショット見た人は絶対買ってください。3冊買いました。ありがとう、嬉しい。そっか、表紙、そうだよね。そうだよね。なんかちょっと髪の毛巻き巻きしてるショットもあるんですけど、そう、なんかね、赤ちゃんのようななんかバブみあふれる髪型にしたいみたいな感じで、なんかね、そう、ああいう髪型に、いつもしたことないような髪型にもあのしたりしてたので、したので、そういうのを見ていただきたい。なんかバブミテーマ、バブミみたいなちょっとくるくるみたいな。そう、ヤクさんありがとう。でも見れるように電子版でも買うか、電子版も買うか、うん、おすすめだよ、どっちも。言われてみるとバブったり、バブってる。巻き巻きね、あんまししたことなかったんで、そう。まあでも、あ、1362、イエーイ。飲みすぎて目が回ってる、やばい。ちゃんと帰りなさい。バブ戦、バブ戦。でもね、でも外のその写真、私服の写真も結構私お気に入りで、なんか良くない？見てない方まだいると思うんですけど、すごい外が天気良かった、河川敷の方でね、そうたんですけど、なんかなんて言うんだろう、なんか学生感っていうか、なんか
清楚感ありますよね。タータンさんありがとうございます。天気良かったから。そうでもあとな、あとあね、またこれこのこれから先というかちょっと後にちょっと後、まあコンサート後とかにまたそういうお仕事がソロのお仕事あったりするのでちょっと楽しみです。そっちもそっちもっていうかまたそういう撮影あるので、そうあまり抵抗ないね。でもなんかどういうの着れるのか楽しみだし、ないかもしれないな。神さんありがとう。めちゃんこ陽気でしたね。なんかいろいろ着れるのよね、そういう撮影の時だから嬉しいですね。ね、そういうのがあんまりなんか嫌だなって思う方もいるかもしれないんですけど、まあ可愛いな、綺麗だなって思ってもらえたら嬉しいな。谷川豊さんありがとう。ホクピグさんありがとうございます。でもその今回の、まあ、水着も可愛かったし、私服のやつもね、白のやつで白となんかスカートだったんだけど、なんかちょっと幼い洋服幼めな私服だったんで、ちょっと大丈夫かなって思ったけど、そうちょっと若返った気が、衣装そうなんか学生ぐらいの多分コーディネートだったと思う。ヤクさんありがとう。あーサイクリングの旅いいね、したい。ヤガアニマルぜひ今日発売日、いろんな人に知られたら嬉しい。そうですね、なんかね、知ってもらえたら嬉しい。写真集見たいと思ってきて、写真集出せる人ってグループのあれじゃない？もうごくわずかじゃない？人気になったとしても出せない人が多いからさ、出せたらもうすごいことだよ。即ポチりました。あ、ありがとう。そう電子版あんのよ。有名になっちまったなっていうタイプのとくん？ああそういうことね。子さんぶり男ってか、ちょっと出てくるかな子さんぶり男、子さんぶらせたい。でもね今いてくださってる方だね、みんな逃走地来てほしい。でも逃走地4月9日かな、あれなんか何日かにやるよね、楽しみだちょっと私もアイディにアンケートとか、まあ送ってくれたら嬉しいです。
ファンの方からのプレゼント全部はちょっと手元にないので、ちょっとここにあるだけ、なんかお花の形、チューリップの形みたいなカバンとか、なんかアルバムかな、なんだろう、アルバム、アルバムみたいなのいただきまして、アンケート、そうなんだよね。まあ早く見たいっていうことは、その電子版でまず確認見てもらって、はい、あ、待って、あるわ、今私のとこにこれ、こちら、じゃーん、ミクさんです。ここに私いる。話題の5期生愛知初登場、かわいすぎるぜ。ここに ID 載ってる、嬉しい。いいね、私はね、最後のとこに載ってんの。結構髪もしゃもしゃしてんの好き。髪もしゃもしゃしてんの好きなんだよね。なんかね、バブミン、なんだろう、なんかなんかね、いつも自分じゃないか、もしゃもしゃ系、なんて言うんだろうね、この髪型なんなんだろう、わかんないけど、でもこの水着可愛いですね。この私服もいいな、なんか彼女感です。この私服の時、私服は外で撮ってるそのやつ、なんか彼女感って感じですね。うん、おすすめです、見てください。ズッキーさんめっちゃ可愛い、ありがとう。こっぱずかしくなる感じなんか一癖あるよね、わかる。まずこちらゲットしてください。いや、次の撮影もちょっと楽しみだなっていう気持ちで、どんな感じになるか。あとは届いたやつも、あ、これはね、ひじさんにもらった、今日誕生日、帽子、この帽子ですね。この白の帽子は持ってなかったんで、白い帽子をもらいました。白帽子、なんか確かにマラソンの時の帽子も白だったけど、これはちょっとプライベート用ということで、あのお仕事の時にかぶらせていただきます。なんかね、帽子も他にも届いてたんだよね。ニューエラの送ってくださった方いた。これは、あ、待って、アイリーのこの前もらったやつとまた違うやつだ。ツバの長さがちゃう。ツバの長さ、これ短いタイプや。あ、いいね。めちゃくちゃいいじゃん。よし、これもかぶります。なんかめっちゃすっぴん時は、あのつばが長いやつにして、ちょっとメイクしてる時とか、まあこう、そう、ニューエラかわいいな。
これっしょ。あと緑も、緑緑色も、緑も送ってくれたよ。緑も私持ってないです。緑は初めてです。最近緑が好きです。どうなの？緑はあかん。なんで？緑色。恐れや。うわマジかよ。うろ。嘘。かぶるよ。緑も買います。あ、買いますよ。かぶります。かわいいよね。あ、いい。私結構緑の、緑も好きだから。帽子が結構増えてきましたぞ。嬉しい。前髪何で固めてる？黒のケープで固めてます。なんか靴下もくれたね。あ、かわいい。この長めの靴下あり欲しかったんよな。なんか長めの靴下、ちょい長めの靴下、あ、これ欲しかった。嬉しいですね。とてもありがとう。深さね、え、なんか長く感じたんだけど。今日もかぶっていきました。でもなんか確かに深かったの。なんかね、いろいろ届いてるんですけど、まだ全部はちょっと受け取れてないんで、あ、これも届いてる。コード何色が好きなの？何色やろな。何色なんだろう。アイディア好きなの。なんだろうな。これこういう色、ネイビーカラーとかも好き。青とかも好き。緑、黒、黒のコーデが多いな私。黒、なんかピン、でも帽子あり毎日ねかぶってるんで、なんかなんていうの、そう、あ、いくつあっても困らんよ。洋服はプレゼントで送って、そう、オッケーです。なんだろうこのキャラクター。おぶんぐと一緒。なんか見たことあるな。ラインスタンプでなんか見たことある。これこの子、あとね、なんだっけな、冬にニット帽いいね。ニット帽好き。あれだ、ちいかわのスモークです。ちいかわあれか、ブルーハムハムか。ブルーハムハムもらえてない。あれね、ブルーハムハムのケースもらってない。まだもらってないっていうか、私が言ってないもん、ケースの。あ、うん、な、 iPhone 何サイズか。一応私使ってんの13かな、13です。でも売ってんのかな、分からん。あとでディズニー行った子が送ってくれたんや。そういえばミニーちゃんのポーチと
嬉しい。ディズニーだよ。ディズニーに行ったんだよ。いいな。これ。これディーナベルのやつだっけ。新しい子だよね。これね。巾着これも使う。アイチが着てて緑のニット可愛かった。え、可愛いでしょ。ああいうニット好きなんだよ私。うわ、アイディが欲しかった。パッチンも嬉しい。これつけて絶対ディズニー行くぞ。絶対に行くぞ。マリーちゃんのやつね。なんかこういう感じで耳をねつけんのよ。ほらここにこうして、これも使う。メイクの時にクリップは使います。ハーモニーなんだっけ。いいな。なんか最近また流行ってるよね、ハーモニーランド。なんだろう、何だろう。私は好きなのはね、キキ、いや、あのポムポムプリンが一番好きなんだけど、キララも好きだよ。まあ、ポムポムポムさんが一番好きだけど、こうやってつけるのよ。でこれを欲しかったのになかったの、ずっと。だから本当に、ちょっと待って、今ハーフツインしちゃってるからあれだけど、絶対これで絶対行く。ディズニーこれで行くんだ私は。カチューシャじゃないからさ、耳痛、頭痛くなんないのよこれ。もうめっちゃいいな。これマリーちゃんだから、猫の耳、声をつけていきます。ディズニーにいつか。ミカチつけとくか。可愛くない？ありがとうございます皆さん。でも届いてるから大丈夫です。ちゃんと受け取ってますし、マリーちゃん、マリーちゃんだよね。ズッキーさんありがとう。ディズニー行くなんて大丈夫。行きたい人いっぱいいるな。行きたいメンバー多いな。これは絶対保護者やばい、狙われてる私。ちゃんと美味しいものを食べさせてくれないとダメですね。にゃおんさんありがとう。ティムラジャパンやばい、2個目、金メダル2個目。ソウルックスは俺に行く、俺に行く。自分のものかのように言ってるけど。シンタさんありがとう。美味しいものだけでいいんかい。あー、じゃあ欲しいもの全部。ぬいぐるみとか高いからさ、パーク内の全部そういうのも買ってくれないと。渡し方あってんのかマジで緊張。そうだよね、届くんよしっかり。
クレープでいいですか？クレープ、いや、ありだね。強欲、強欲の魔女、うん、強欲の魔女みたいにいたよね。なんだっけ、欲じゃんかしら。え、私今までもそうでしたよ。強欲なツボ、強欲な魔女、あら、思い出が味方ね。こんばんは、チュール送っておきます。チュール、チュールね、そういうの食べる人いないけど、絶対ないと思うけど、食べれるのかな。あ、そういう、じゃあ本当に素直な質問、素直な疑問ね。犬とか猫のその餌食べれるんですか。ふるさと納税絶賛受付中。どういうこと。え、今握手会オンラインってあれだよね、まだだよね。次いつから受付が始まるんだろう。薄味って聞くよね。29、申し込みスケジュール28、あ、まだ分かんないんだ。味しないらしい。あいつ、あ、飲みすぎてるよ。酔ってます。そうなんだ、食べることはできるんだね。ヤクさんありがとう。まあでも私の前も話したんですけど、奈良に行った時に友達っていうか班の男の子がいつもなんか静かな子だったの。その子ね、静かっていうかなんて言うんだろうな、ちょっと若干こう周りの子たちにちょっといじられる感じの子ではあったけど、まあちょっと地味めな男の子だったんですけど、その子がねやっぱ奈良に行ってね覚醒しちゃってね、なんか鹿せんべいをさバクバク食べ始めて、そうで、その日の夜にお腹壊して宿のね美味しいコース料理みたいなものを食べれずに寝込んでいました。調子乗ってね、みんな笑っててなんか何食べてんのみたいな感じで、やばいみたいに言われてて、ちょっとねやっぱ上がっちゃったのかな、そうテンション上がっちゃったのかわからない、え美味しいよとか言ってバクバクバク食べてて、えいけるよみたいなそんななんかさ体張る系の子じゃなかったのに、やっぱちょっとエンジンかかっちゃって、そしたらもう案の定夜寝込んでました。お疲れ様です。うん、鮮度が鹿だったんだろうし、でもなんか鹿っぽかったその子。
鹿感はあったね。ペットは人間食してる。あ、そうなの。そうなんだ。でも確かにそういうのをさ、間違えて赤ちゃんとかを食べちゃって口にしちゃって、もしなんか命を落としたかったやばいもんね。多分ワイも食べました。多分どういうこと。多分どうでも、もう確定やん。鹿っぽい、鹿系男子でしたね。鹿系男子。いや面白かったな。でもさすがにちょっと引きました。爆食いしてて、鹿せんべい食べ放題してた一人で。なんでそんな話になったんだっけ。そっか、あれか、チュールね。チュールの話からね。誰がセント君。こんばんは。爆食い。そう、夜はね、その日の夜美味しかったんだよね。なんかほうとう、ほうとう、ん、ほうとうみたいな、なんか奈良人気だよね。でも人気っていうか有名だよね。美味しいご飯がねいっぱい出たんですけどね、食べれてなくてね。うん、最後に食べた、その日最後に食べたもの、鹿せんべい。タートさん、ありがとうございます。八つ橋買ったよ、京都奈良行った時ね。あ、うん、修学旅行の時。でもコロナ禍前、全然前だから試食とかもあってよかったけど、今ないよね多分。コロナとかで少なくなってそう。食べれませんとかなら面白い。押しちゃいけませんとかのやつはちょっと気になるけど。食べる系、体内に取り込む系はちょっと怖い。タタさん、ありがとうございます。うどんだったかな、なんかうどんだったのかな、なんかな、忘れちゃった。なんか奈良の有名な食べ物だった気がする。もう分かる、八つ橋食べたい。鹿せんの味。そう、いいですね。なんかいや、京都奈良とか行ったらなんかその着物とか着たかったなっていう。やっぱさ、学生のあれで修学旅行とか行ったらあんまりそんなないじゃん。あれ中学だったし、あんま反抗なんかできなかったので、そんなプライベートで普通に行ってあれしたい。なんかあの着物とか着ていろいろ巡りたいなって思うんだけど、卵不足。あ、そうなんだ。宿見てるんだけど高いよね。でもなんかね、福岡ね、海外の方でね多い、海外の方多くて、観光客多くてちょっと大変そう。修学旅行でも一緒でできないよ。でも私は楽しんだ。学生の頃修学旅行ね全部楽しんだからね。
あんま悔いなし。着物ね、可愛いよね着物ね。うん、大ちゃんさんありがとう。高校の修学旅行、3年ぶりぐらいに来ました。いや、やばい、撮ろうで、何してる、あ、市村さん何してるんですかとか思われそうで恥ずかしくなった。今じゃあこれをつけていこうっていうことで今つけてた。ディズニーのやつね、ディズニーのやつつけていくんだ。女子の列なんかよくな、なんか苦い思い出がありそう。初めまして、たぬき顔ですか。たぬき顔なのかわからないけど言われることもある。愛知という大人の修学旅行企画、待って皆さんちょっとここに下心がすごい、もうめちゃめちゃ見え見えな方いるんですけどちょっとつまんで、つまみ出してもらっていいですか。作ってる側としては毎回同じコース、やば、なるほどね。いいな、私も一回先生とかでさ見回りとか行きたかった。女子の列に激突したんだ。うわまるまるくん明日からちょっと本当話すのやめようみたいな言われなかった、大丈夫だった女子根に持つからね愛知って配信の何が一番好きなの？配信の何が一番好き？周りの話を聞いてくれるところと、こういうコメントのやり取りするとこ。できん、できん予備軍加入です。髪色はもう一度チャレンジするのか、しますよ。先生の見回りスリルね、もうほんと何回も怒られた私。シンタさんありがとうございます。リーダーとか班長、班グループの班長とかあるじゃん、リーダーとか。私それ毎回やるんですけど毎回怒られてた。なんか全部連帯式、なんか全部責任取んないといけないじゃん。そうなのに私なんかあの部屋から抜け出したりとか出演してたんで、隣の仲いい子の女の子のさあの部屋にこう合流しようみたいな感じで抜け出して見つかってみたいな、あなんか全然あったんで怒られてましたね村民修学旅行の日、うわしたい、それ何それ、いつか卒業したらできるんだろうな村民修学旅行。いや愛知村村民修学旅行いいね。村長と行く修学旅行、村長と行く修学旅行めっちゃよくない？
やば、もうあともうちょっとだ。あと1分。ランキング見ます。13位シンタさん、12位ヤクさん、11位ヤニアオンさん、10位ユイチさん、9位オタランさん、8位ピンさん、7位ヒロちゃんさん、6位キタガッピさん、5位白川さん、4位ヒロユキさん、3位ホコペグさん、2位タッタさん、1位ズキさんです。ありがとうございます。感謝してます皆さんちょっと早読みしちゃいましたが、ありがとうございました。また明日ね。早く卒業してくれ。おいおい、おやすみ皆さん。明日、また明日ね。ありがとう。バイバイ。